どうも、しんしんです。今回はコーチング動画となっております。では、やっていきましょう。この方は最高ランク、ダイヤ4の方ですね。ちょっと成長が感じられなくなってきてしまったので、コーチング動画となっておりますって感じかな。何がいいか悪いか、ポジ取り、打ち合い方、細かいところまで教えてほしいと。はい、ということでやっていきましょう。まず、バリスティック使ってますね。いいね。バリスティックね。強いんだけどね。結構、最近さ、味方芸感がすごいんだよ。あれ、これはさ、折り切ってからか。オッケー。じゃ、とりあえず、戦闘まで飛ばしていきましょう。うまい。うまいね。そうだな。まあ、細かいところまでって言ってたんで、説明すると、俺だったらね、もう少し下がるかな。これちょっと体出しちゃってるんで、で、この一瞬で、まあ、ここにいるってのは分かってるんだけど、ここに2枚目いるじゃん。こいつから撃たれちゃう可能性もあると。で、まあ、撃たれてるね。うん。だから、ここで俺はもう、見えた時点で、おそらくこいつはこっちに向かって撃ち返してくるであろうっていう判断で、もうちょい俺は後ろに下がる。これだと、相手に撃たれちゃった時にちょっと引くのが時間かかっちゃうし、あとね、なんだろう、なんかここに遮蔽物あるんだけど、みたいな感じになってしまってるので、もうちょい地形を把握するといいかなって感じはします。ここでほら、いかかっちゃってるんで、下手すると死ぬ。エイムはすごくいいね。うまい。いいね。しっかり遮蔽物に入って。いいね。で、味方にウルトが飛んでったと。惜しい。これもなんだけどね、これ左からダメージもらってるじゃん。だからちょっと後ろに下がった方がいい。ここだね。ここで撃ち合っていいね。ここだったら左の車線を完全に切りながら撃てるんで、もう少し車線管理をしっかりしてあげた方がうまくなるんじゃないかなって感じはします。しっかり遮蔽物の意識はある。意識はあるんだけど、どういう風に車線が切れてるかっていうのをいまいち理解してない感じはしちゃうんで。うまい。惜しい。とりあえずここで終わりかな。今のとこで言えることはそれぐらい。もう少し下がるとか、だから車線を、どういうところの車線をしっかり切れてるかとかを、もうちょい理解した方がいいかなと。だから建物構造を理解しておく。今のはね、もうマニュアル化できるんで、あそこから敵が撃ってきたら、ここにいればダメージを食らわないみたいな感じで、覚えておくことはできるんで、それでいいと思います。割とね、覚えておくとね、いいねっていう部分はね、多いんだよね、実は。特に遮蔽物がどういうところにあるかとかは変わんないんで、一切。だから、地形をしっかり理解してあげるってのが大事かもしれない。今、ダメージ食らっちゃったじゃん。だから、ちょっと違うところから狙ってみるかとかも考えられるんで、ダメージ食らいました。あ、ここは食らっちゃうんだって覚え方。もうそれで覚えとけるんで。うまい。うまいな。もうね、2、4倍ってすげえ難しいんですよ。惜しい。
これもそうだね。左側に敵がいるって覚えておいて、登っちゃった場合、車線がもうガンガン通っちゃうって理解した打ち方をしないといけない。だもし、これ打ち返すとしても、これ、ね、こうやった時点でいるって分かったじゃん。一回下がって遮蔽物に入ってから打ち合う。でもこの時点で相手の方が有利なんだよね、実は。なんでかっていうと、相手は下半身隠れてるの。こっちは全身出ちゃってるのね。だから、こうやってものすごいダメージ受けちゃってるわけなんで。一回遮蔽物に入ってから打ち合う。それでいいんじゃないかなと思います。撃ってから遮蔽物だと死んじゃうんで。遮蔽に入ってから打ち返す。で、これも危ないよね。ここの車線通っちゃうと思うんで、まあ、右側でいいんじゃないかな。怖いけど。怖いけど、味方を信じて右側。左側は多分、自分のこと援護してくんないと思うから。おぉ、よく倒してくれたな。頑張れ。おぉ、素晴らしい。味方の位置をしっかり把握して、今の状態だと自分の方に詰めてくるときって相手がめちゃめちゃ甘えてくれるんですよ。だけど左はどっちかっていうと甘えてないけど自分の方に車線を通せちゃうと。だから左の方が危険度が高いんですよ。だから右は味方を信じて右で回復する。どっちかっていうと。ちょっと今の怖かった。かなりね、うまいね、でも。うまいけど、そういったところで結構変わってくるかなって感じはする。いいね。ちゃんと一人倒して、素晴らしい。で、これね、ちょっと漁るのがちょっとだけ遅いかもね。あのね、もしこんだけ長く漁るんだったら、一回アーマースワップして、肉とか巻いてからとかでもいいかもしれないね。これ、もし相手がこの、魚振りに来ちゃったら、ボコボコにされちゃうんで、一回アーマースワップ入れてもいいかもしれない。そう、ちょっと長く漁りすぎ。周りをしっかり警戒しながら、完全回復して、漁るでも全然間に合うんで。リスク管理じゃないけど、何が来ても大丈夫なようにしておくっていうのはすごく大事ですね。そう。ね、例えば今33秒で、多分これ編集で短くしてくれてるんだけど、で今22秒だから、あ、そういうわけじゃないか、そういうわけじゃなかったわ、これ飛んだだけか。なんだけど、そう、ここで10秒間経ってから回復し始めてるんだけど、10秒っていうと 70m か、相手が移動できるのは。だから、まあ、大体例えばここマップを見てほしいんだけど、ここからタービンまでの距離ってだいたい70か100メートルぐらいなの。だから、あんだけ時間かけちゃうと、来れちゃうんだよね、こっちに。だから、来ちゃってから回復だと絶対間に合わないから、多分死ぬと思うから、先にアーマースワップなりなんなりしてからの方がいいんじゃないかなって思います。まあ、味方に取られちゃうんだけどね、アイテムとか。取られちゃうんだけど、そっちの方が安全だと思う、正直。結構長く漁っちゃってるからさ。自分が欲しいものある程度理解しといて、ポン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 ってね、取っちゃってもいいんじゃないかなって思います。そういうところでも結構変わってくる。まあ俺はアイテムが見えてないタイプなんで、あんまりその強くは言えないんだけど、そのアイテムがあんまり見えてない俺ですら結構早く漁れる方なんで、そういうとこ大事かな。あ、そもそもバリスティックが難しいんだよな。結構。俺最近バリスティックの評価が下がってきてる、どんどん。かなり味方ゲーシューがする。サージ起動しても味方がな、瞬殺されるだけって。どっから撃たれたんだこれは。チャーライか。チャーライか。しっかり様子を見てあげて。武器もしまってると、いいね、よかった。今ね、移動中は武器をしまった方がいいよって言おうと思ったんだけど、ちゃんとしまってるね、素晴らしい。だいたい 1.15 倍なんで、
100メートル移動すると115メートル違くなってきちゃうと。武器姉妹ってね、結構重要なんよな。この15メートルが結構ね、自分の生きるか死ぬかをね、分けたりするんで。15% アップは意外と大事。うまい。いいね。しっかり頭出しで、素晴らしい。ちょっと飛ばしていこうかな。どっ殺してるのかな？いるね、音が聞こえる。素晴らしい。ちゃんとこの頭出しでできてるのいいね。このギリギリを狙ってるのが素晴らしいわ。結構ね、この上から打ち下ろすじゃないけど、こういう時の遮蔽物の使い方で、結構体出しちゃう人って多いんで、これいいね。で、味方を見てあげてるんで、おお、マザーロード。ちょっと感度が足りてないか。相手の後ろを追っちゃってる感じがするな。いや、いぐ、今、うまっ。180ぐらい入ったぞ、うますぎる。いいね、さあ、じゃあ、そう。おお、ね、ここ、スライディングインするのはかなり危険ですね。これ、相手が、いなかったからよかったんだけど、ワンチャンここ3人いたら、ボコボコにされちゃうんで、ちょっと状況把握しづらいから、ここだな、この、黄色いパイプとかを使って戦っていいかも。ちょっと危ねえ、これ。これ、相手がいなかったからって感じなんで、本当に。ちょっとね、危なかったかも。結構ね、相手が上手くなってくると、そこでもう持ってかれちゃったりするんで。で、それが起点になっちゃって、味方を敗北へ導いちゃう。みたいなコンドもあるから、そういうところも気をつけてあげられるといいんじゃないかなって思います。あと、バリスティック使う上ですごい大事なのがあって、ここでアビリティ打ちてえな。ああ、でも、丸ボタンか。むずいな。相当きついな。打ちながらアビリティ打てると、すごくいいんだけど、スマートアーバレットって、オートエイムだからさ、勝手に当たるんだよ。だから、結構近めで打つといいんだけど、ちょっとボタン配置的に難しそうだな。これはしゃあねえことだな。そう、バリスティックそこも難しいんだよな。多分これヒットボックスでかいもんな、このキャラ結構。さあ、最終戦闘ということで。味方が強いときは本当にサージはね、すっげえ刺さるんだけどね。味方が強ければ強いほどウルトは刺さる。から、使い方によってはね、バリスティックも相当強いキャラクターだけど、難しいよな、本当に。いいね。今のもそうなんですけど、なんかね、遮蔽物から出るときにスライディングする癖があるから、ちょっと気をつけた方がいいかも。ここ。これ、普通に横移動でいけるんで、そっちの方が危なくないと思う。ちょっと体出しすぎかな。スライディング止めらんないんで、もう始めちゃったら。なるべくスライディングは、そんなに多用しない方がいい気がする。強いんだけど、移動とかかな。遮蔽物から出るときとかだとね、いつだったとき、もうどうしようもねえってときはいいんだけど、まあ、それ以外のときは基本的にね、うまくいかないというか、刺さんなかったりするんで。うーますぎー、マジかよ。強すぎる。あれか、喋ってんのか、これ。いけー、飛べー。やばい、大丈夫これ。そろそろ飛ばんとやばいんじゃないか。
大丈夫俺、ああ、うわー、毒が入ってるこれ。上でいいんじゃないかこれ。真上が強そう。あー、いいねー。あ、真上いるやんけ。やべ、嘘だろ。真上いるんだけど。あぶねー。あ、こん時ね、ウィスラー構えとくといいかも。あー、きつい。おー、一人持ってった。あー、惜しい。惜しすぎる。ナイストライすぎる。いや、これ結構大変だったな。これどうすりゃいいんだろう。だー、惜しい。相手同居してるもんな。これ難しいな。うん、結構アンチ的に積みかな。キャラクター構成的にもかなり難しい。いや、バンガロールインとか。いけたな、余裕で。バンガロールいたんだな、いけたわ。そういえば思ったけど、そか、バンガいんのか。なんか、あれだな、思ったけど、上に向かってスモーク発射すれば、なんか、ワンチャンあったな、これ。でもいいですね。え、ぐらいかな。そう、俺が言えることはそれぐらいです。打ち合い方、まあ、ポジション取りは悪いと思ったところがなくて、そう、打ち合い方かな、一番は。ちょっと体出すタイミングが早すぎるとか、体出しすぎとか、そういうことぐらいかな。そこら辺をしっかり修正してあげて、あとは、しっかり打たれた時に、あ、ここって打たれちゃうんだって覚えてあげると、どん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 上手くなってくんじゃないかなと思います。で、あとは思考をやめない。ずっと考える。どうすれば勝てるか、どうすればいけるかみたいなことをね、ずっと考えながらやってあげるのがいいと思います。ということで終わりましょう。見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知をオンにしていただけると嬉しいです。ツイッチでね、毎日配信していますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。